ゲオルク・アルブレヒト・ビルヘルム・フォン・ホーエナウは、プロイセンの将軍。白爵、ドイツ皇帝・ビルヘルム一世の甥。い。ビルヘルムは、プロイセン王。フリードリヒ・ビルヘルム三世の末息子である、プロイセン王子・アルブレヒトと、その二番目の妻で、プロイセン軍事大臣、グスタフ・フォン・ラオホの娘である、ロザーリエ・フォン・ラオホの間に生まれた。両親の結婚が、結婚とされたため、 ビルヘルムと弟のフリードリヒは、ホーエンツォレルン家の正式な一員として認められなかった。ビルヘルムは、プロイセン軍に士官し、最終的には、陸軍中将、皇帝ビルヘルム2世の副官、第一個の駅兵旅団長にまで上り詰めた。ビルヘルムは、皇帝ビルヘルム2世の取り巻きが形成する、リーベンベルク円卓の一員に数えられ、 このためにハルデン・オイレンブルク事件にも巻き込まれた。彼は同性愛容疑で裁判にかけられて無罪判決を受けたが裁判中に軍隊の階級を剥奪され軍人としてのキャリアを失った。1914年に弟のフリードリヒが亡くなった後、ビルヘルムはアルブレヒツブルク城に移り住んだが彼は掛けごとで莫大な借金を作り、1925年には 城を含むドレスデンの所領を売却することを余儀なくされた。ビルヘルムはドレスデンのバウツナー通りで貧窮のうちに死んだ。ビルヘルムは母や弟と一緒にドレスデンのバルトフリートホーフバイサーヒルシュボチに葬られている。ビルヘルムは1878年にザウルマフォンとツーデアイエルチュ博爵夫人ラウラと最初の結婚をし、間に二人の娘を設けた。 さらに1887年には、ホーエ法遠道へえンんげンンフーゴーの娘マルガレーテと再婚し、マニチナンカズメを設けた。一人息子のフリードリヒビルヘルムは、第一次世界大戦で戦死している。ありがとうございます。